あいつらは全部持っていきやがった。刀か、年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ、刀さばきを見せてみよう小僧恥さらしめが。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじい。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしません。武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。
あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めておりまする。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきおった。わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくだされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様、先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で道を切り開くのみ。倒れろ倒れろ。志と指導は山をも動かす。見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。諦めな。今ならか。己の仲間どもは黄泉へ行った。
己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。腰をへし折ってやれ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっておる。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。雨の中ババアどもを斬ることは戦ではない。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。
のひどい雨で立ってたが病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰は首を落とせ。己を買いかぶりすぎだ。ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。あらず者、通さん。ボロ切れが。うん。一斉だ。女をすぐさま離せ。お前は
しよう。あっしはこの男を知らない。容赦ない。逃げろ逃げろ。雷神様の怒りの容赦。ご慈悲を。二度と。よくも兄貴をやりやがったな。やりとけやろう。死ね。あっしゃあこの男を知られ君の指導するのは嫌のうちに。Oh!
お助けを。うちの中に奴がおるっちゃ。2も3も頭をかち割ってやる。止めようとしたんじゃ。されど、されど、そちはなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場で。どうぞお気をつけて。かたじけない。命乞いするなら今のうちじゃ。貫く心の像がもう一つあったか。